皆さんこんばんは。ダイヤモンドペガサスオフィシャルサポーターのシンガーソングライター慎太郎です。ペガサス直球勝負第4回目が始まりました。ありがとうございます。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。もう寝ても覚めてもペガサスペガサス、そういう方もいれば寝ても覚めても仕事仕事という方もいらっしゃると思いますが、この番組でちょっとでも何かリセットしていただければいいなというふうに思っております。よろしくお願いします。さあ、この放送は群馬県高崎市にあります糸井ホールディングス緑町第一ビルからお届けしております。さて、今日の直球ゲスト楽しみですね。前回は背番号9番中道選手でしたが、今日は誰なんでしょうか。その直球ゲストの小さい頃の写真をお届けしたいと思います。皆さんこちらをご覧ください。さあ、家族写真が出てきましたよ。これね、いいですね。どの子なんだろう。ただ僕ね、よくご両親を見るんですよね、その子供を当てるとき。なんとなく雰囲気が分かるような分からないような、皆さんはお分かりになったでしょうか。お楽しみにしていただきたいと思います。その前に一旦 CM です。働く人も学ぶことも、離れていても会えない時も、ICT 進化する情報通信技術が人と人をつないでいく。愛してる。 NTT 東日本。このアルバム売れてます。いや、ありがとうございますね。え、ちょくちょく自分の CM を入れるこのペガサス直球勝負でございますが、さて今日の直球ゲストはお呼びしましょう。群馬ダイヤモンドペガサス背番号25瀬口拓也選手です。お願いします。お願いします。さあ、瀬口選手ありがとうございます。お、いろいろと持ってきてくれましたよ。何がすごいって、瀬口選手は今緊張している風を出していますが。いや、緊張してます。いかがでしょうか。緊張してます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、瀬口選手のプロフィールをご紹介していただき、いきましょう。1994年10月の7日生まれ、鹿児島県出身ということですね、はい、鹿児島育ち。そうです。薩摩の男。高校まで。高校までね。血液型 A 型、身長177センチ、体重80キロ、右投げ左打ちということですね。神村学園高校から徳島インディゴソックスで活躍して日本一も経験しましたよね、はい、これニックネームこれたっちゃんっていうふうにありますけども、はい、これいつもどなたに言われるんですか、たっちゃん。いや、もう群馬来てから言われてないですね。徳島で言われてました。じゃあ俺言っていい今日。お願いします。たっちゃんたっちゃん言われる。あの、今日から皆さんね、あのファンの皆さんも見たら、瀬口選手もありなんですけど、たっちゃんって言ったら絶対に振り向かないです。お願いします。お願いしますよ。お願いします。ねえ特技寝ること。はい、寝そうだもんね。休みの日は寝てますね、はい、でもちょっと嫁に起こされるんですけど。お子様もいらっしゃいますよね、はい、今何歳ですか、はい、もう2歳になるんですけど、今1歳今月で11ヶ月です。あ、男の子なんですか。はい、男です。男の子、はい、となるとやはり野球選手の子は野球選手になるのかなというふうに思ってしまうんですが、いかがでしょうか。まあ、野球してくれたら嬉しいんですけど、うん、まあどうですか、ね、もう今仕込んでるでしょ。実はもう今バットとボール持ってます。ほら、そういうことなんですけどね、はい、楽しみにしたいと思います。さあ、思い出アルバムと題しまして、写真と記憶を手繰り寄せていきたいと思います。冒頭で出た写真、あの写真から僕はなんとなく分かっていました。さあ、そこからまた新しい写真をお見せしましょう。この写真です、どうぞ。さあ、たっちゃん、はい、この写真を教えてください。これは、うん、小学校2年生で、はい、最初はソフトボールを教えて、
はあ、これちょっと待ってください。この中でタッチャンはどれなんですか。真ん中の下の方。11番みたいな感じ？どれかな。女の子がいるじゃないですか。はい。こっちもいるな。本当に。うん。行方って書いてある。はい。方から、うん、下から5番目。なるほど。まあ真ん中か。なるほど、真ん中。必ずいい選手は写真でも真ん中を撮ります、はい、最初はソフトボールだったソフトボールということですね、はい、さあ続いての写真はこちらです。これはこれが小学校4年生で、はい、硬式野球を始めた時の写真です。これ硬式野球、はい、もう打った後のこのフォロースルーもう今と変わってない、ね、変わってない感じがしますよね、はい、もう4年生でこれはできてた、はい、ですね。もうずっとこの打ち方ですね、うん、最初から左打ちだったんですか。途中で小学3年の時に右に変えたんですけど、はい、全然変えたの。どっちも試してみたんですけど、全然打てなくて、うん、結局左で。なるほどね。もう1枚これもね、僕ね、瀬口選手の感じがすごく出てるなというフォーム、これ見てください。どうぞ。この感じ。これも小学校ですね。一緒の試合かな。もうだって相手のチーム見てくださいよ。相手のチームがもう見てる側は必ずライトの結構いっちゃってる方ですけどいやでも覚えてないですね。覚えてないですか、はい、前回の中道選手全部覚えてましたよね。すごいですね。あれすごかったですね。いや意味わかんない意味わかんないですねさあこちらの写真です。これはユニフォームが変わりました。中学校の2年生かな、多分硬式野球やってたんですけど、うん、その時の写真です。この硬式野球はシニアリーグ、ボーイズ、フレッシュリーグっていう九州を大体拠点にしているチームです。成績はどのぐらいだったんですか。いや結構体がちっちゃくて、うん、150最初中学校1年150センチぐらい で、はい、で中3になって175ぐらい。うわ伸び、結構伸びて。僕ね、はい、未だに覚えてるんですけど、中学入学148センチ。あ、一緒ぐらいです。こっからまた伸びる方いいですね、はい、これ中学2年生、はい、さて今度は高校時代の写真になりますよ。皆さんこちらをご覧ください。来た、教えてください細いですね。細いですが、これは高校はどちらでしょう。高校は鹿児島の神村学園ってところです。素晴らしいですね。神村学園、これも中学時代にやはりお話が来たんですか、はい、そうですね、うん、何個か一応話は来てて、その時一番強かったのが神村学園だったので、はい、まあ、甲子園に行きたいっていう気持ちが一番強かった。なるほど、はい、もう甲子園に行くなら、鹿児島で甲子園に行くならっていうことですよね、はい、そうです。これ何年生の時ですか。これが高2の秋かな。高2の、でもいい腕してますよね、はい、で体幹もしっかりしてて、腕だけです。あ、このバランスの、あの僕もアマチュアながら聞いていきたいんですよ。この左にかかって、はい、重心がかかってるんだけれども、ちゃんと右にも壁があり、左にも壁があり、両方このバランス、これ野球センスですか。いや、わかんない。どうなんですかね。すごいなというふうに思いますけれどもね、かっこいいです。もう一枚、神村学園時代の写真があります。こちらです。さあ、来ましたよ。これ、僕、ちょっと聞いていいですか。はい、これ、甲子園じゃない。ですね。はい、こういうね、後ろの風景、はい、グランド風景見ただけで俺当てますからすごい。完全に甲子園の後ろですよこれ、はい、これ甲子園出場はいつの時ですか。春の選抜ですかね。3年の時の春の選抜、はい、九州大会で勝ち抜いて、で優勝して、あ、優勝して、はい、乗り込んだ、甲子園乗り込んだ、はい、1回戦のところだった。1回戦が、うん、石巻工業っていう21世紀枠の確かその被災した時のチームで、はい、あー、なるほどなるほど、はい、どのぐらいで勝ったんですか。2
2回その時は結構大差で勝って、うんうんうん、で2回戦がその群馬の県大高崎で来ましたねそこから群馬とのつながりが出てきたですね。びっくりしましたね。まさか群馬に来るとは。その時の県大高崎、はい、一番最初にこんなに走るチームなのかと言われた、ね、あの時ですよね。ですね。機動力野球です、ね、どうでした。いやもう結構衝撃でしたね。びっくりしました。そうは言ったってね、神村学園のエースだってそんなにフォームを盗まれることもないでしょうし、ね、そして優勝で来てるわけですから、はい、キャッチャーも強肩だろうと、はい、その間を盗塁をするってすごいですよね。牽制いくらしても走ってくるんで。あ、何なんですかね。いやもうどうしようもないですねどうしようもなかった、はい、結果は結果負けましたね。確か2対1か。うわ、はい、この甲子園球場というのは、はい、瀬口選手にとって、はい、どんな球場でした。いやもうあんまり記憶ないですけど、うん、あっという間に終わったんで、まあ、でもすごい楽しかったです。甲子園でまた例えばね、プロを目指して、はい、プロになって甲子園でやるもあり、はい、そしてお子様が甲子園でまた出るもあり、はい、まだまだ夢はね、はい、本当に無限大であるなというふうに思います。さあ先ほどプロフィールの中で言いませんでしたが、この写真大学時代があるんですけれども、ね、はい、詳しく教えてください。この時多分大学3年なんですけど、うん、はい、で真ん中にいるのがオリックスにいる張薬っていう、はい、同級生だったんですか。はい、陽大館のいとこで、うん、もうそっくりだもん。俺陽大館かと思ったんですよ。でこの前の WBC 世界野球かなんかで、はい、その台湾代表で出てました。ベストナイン確か。一緒にやっていた、はい、ということですが、この時はどういう思いで野球やってましたか。一応3年からキャプテンやってて、うん、でまあ、NPB は目指してはいたんですけど、うん、まあ、結局行けずに、うん、まあ、そういう形で今なるほどね。そしてその後人生を変えたこの徳島インディゴソックス、はい、昨年日本一、はい、チャンピオンということですね、はい、これ BC リーグの中で、はい、日本一じゃないですか、チャンピオンって、はいはい、いい経験しましたね。ですね。これでも2017年、うん、あ、これが2017年の写真。独立行った1年目の年です。この時が相手が信濃で、はい、はその信濃とも今接戦を繰り広げているとです、ね、はい、いうことですよね、はい、ということは17年と2019で日本一を経験した、はい、お、これになんか持ってますね。ですね。びっくりしますね。でしょ、はい、そんだけ日本一を経験する人っていうのはあまりないと思うんですけども、このチーム、はい、まあ、この時は2017年ですけど、はい、2019年も含めてその日本一になった時のチームって、はい、どんな感じのチームでしたか。やっぱどんな試合でも、うん、もう勝ってても負けてても波がなくて、うん、まあ、なるほどね。ですね。そういうチームだったかなと思います。そのいろんな思いがある中、群馬ダイヤモンドペガサス、はい、今年からということですね、はい、群馬県どうですか。その県大高崎のイメージもあり、はい、こちらに来た時にはどうでしたか、はい、まあ、去年は徳島にいて、うん、結構海が僕好きで遊びに行ったりしたんですけど、はい、まあ、群馬海がないんで、うん、まあ、結構今は川に行ったりして、まあ、この前も中道とかとバーベキューしたりとか、結構自然が山とかいいんで好きですね。中道さんの高校時代、はい、川に女性を落としたっていう噂もありますから。あ、多分疑惑がね。だから気をつけてください。はい、やってますね。気をつけてください、はい、ね、やっぱり自然を求めていくもんですね、はい、小さい頃からいた場所と近いところを目指すということですね、はい、でも山もあり川もあり群馬いいところですよね。いいところですね、はい、さて人には必ず忘れられない一言があると思いますが、たっちゃんの人生を変えた一言こう今思い返すと何かありますか。そんなに
大したことじゃないんですけど、まあ高校が結構きつくて、まあいろんなことがあって、まあ言えないですけど。ちょっとこれ言おうよ。まあ、この間の提供もそうだけど、この番組でいかに甲子園の、はい、その甲子園の悪、甲子園の悪を出すっておかしいですけど、はい、やっぱりきつかったですか。ですね。きついです。じゃあ練習は長かった方ですか。練習はだいたい、まあ学校が早く終わるんで、はい、まあ午前中で学校が終わって、はい、そこからまあ走って帰って、まあ、寮まで遠いんで。今ね、はい、たちゃん、あのさらっと言いましたけど、はい、学校で午前中で終わらないんですよ。いや、普通かなって。そういうシステムのね、はい、そういうシステムの中で、でも一日中練習って大変ですね。ですね。走っていく、走って球場まで行く、グラウンドまで行く、はいはい、どのぐらいあるんですか距離は。まあ2キロぐらいですね。結構なアップになりますよね。まあアップどころじゃないですね。ねえ、はい、1年生のうちはもうダッシュでしょ、ほぼ。はい、ダッシュですね。で2年生になってちょっとゆっくりになって、3年生歩くみたいな。はい、調子乗ってました。調子乗ってましたね。おう、その中で、はい、まあ、うん、結構やめようかなって、1年の時は思ったりして、そういう時が、まあ、でも親に相談とかして、でもやっぱり自分で選んだ道だから、うん、最後までやりきった方がいいんじゃないかっていうふうに言われて、まあ、その言葉を今も結構心に刻んでやってますね。親の一言、はい、その時ね、今さらっと言ってますけど、かなりいろんな感情もありながら、はい、そこで言ってもらった一言っていうのは、今 あの一言もらってよかったなと本当に思いますもんね。本当に思ってます。はい、なるほど。さて、ここからは例のごとく慎太郎アイズ、こういう形で進めていきたいと思いますが、このビデオを持ってですね、絶対俺これ使おうとすると電源が切れてるんですけど、ちょっと相性が悪い感じができました。この慎太郎アイズによってですね、瀬口選手のたっちゃんの近くに行って、今日持ってきていただいたこの ギターじゃないグローブ、これちょっと説明していただきたいと思いますけども、はい、まずこちらから教えてください。はい、これが独立に来た2017年ですね、はい、からずっと2年間ぐらい使ってたグローブで、はい、まあ、結構もうこんなボロくなってるんですけど、思い入れがありますね。これ紐、はい、がね、はい、わざとホワイトにしてありますけども、これはもう切れかけてたんで、うん、自分でできるんですか。はい、変えました。みんなでもいい手入れしてますね。いや、あんまりしてないこれですか。ちょっと中見してください。結構ボロいですよ。いや、ちゃんと手入れしてありますよ。お、来ましたね、グローブの中にこれね、恒例にしましょう。グローブの中に絶対刺繍があるんですよ、はい、で前回の中見選手は、はいはい、もう喧嘩上等とかあの荒々しい言葉がありました、はい、すごく面白かったです、うん、ニコちゃんマークがありますが、これはどういう意味ですか。はい、あんまりここに刺繍入れるの僕好きじゃないんで、はい、汚れるので、はい、まあ、一応シンプルに入れようかなと思って、うん、これ見たらちょっと笑顔になれるかなと思って、はい、なるほどね笑顔と喧嘩上等、はい、いろんな選手がいますね喧嘩上等はちょっとですねさあこちら、はい、またいろんなイメージが違うグローブですが、はい、これは、まあ、これは今年独立その群馬に決まってから、はい、まあ、友達に頑張れよっていう意味で、はい、オーダーしてもらったグローブですね。このポジション的にこの網のパターンってこれ珍しいと思うんですけども、これわざとしたんですか。はい、わざとですね。結構このこだわりは、はい、こういうウェーブだったら、はい、たまにこう指とかが、あ、まあ、たまにですか、あるんで、あと負けたりすることがあるんで、なるほど、ちょっとこれで試してみようかなと。どうですか。まあ、結構しっくりきてます、ね、いいプレーしますもんねそう、そしてここに、はい、刺繍が入ってますよ。こちらは、あ、こっちも入ってる。これは家族の名前ですね。家族の名前、嫁と、はい、これ子供の名前です。うわ、これやっぱ力もらえますか。
ですね、試合中見て家族のために頑張ろうって思いますよね。はい。さっきと違ったまた優しい笑顔になった、はい、ありがとうございます、ね、えたっちゃんですけども、はい、これからですね、はい、たっちゃんに一曲慎太郎からお届けしたいとお送りしたいと思います、はい、送り歌、はい、やはり鹿児島出身ということで私の大先輩長渕剛さんの歌をお届けしたいんですが、はいはい、長渕ファンでもそこまで歌わないだろうという、はい、この曲をお届けしたいと思うんですけどもよろしいでしょうか。お願いします。わかりました、はい、それでは準備したいと思います。お願いします。どげんしてんやらんといかん後悔よ、おいにもわいにも一つくらいある、やっせんぼやっとんからよかぶいごろのあげんなきさねまにゃできん、まえつのめりで生きていこや、だいがあわりちゆうもんか、きばれきばれきばいやんせ、いっとどまけしんかぎきばいやんせ、なこごんなったときゃおいげこんか、ばけされたときゃわいもむこていこや、おいたちゃどげんしてんよごれもんじゃけどゆずれんもんもあろう、まえつのめりで生きていこや、だいがあわりちゆうもんか、きばれきばれきばいやんせ、いっとどまけしんかぎきばいやんせ、なますかんわるならうったくればよか、負けたあらビンタを探ればよか、寂しなったら歌いやんせ、おいにもわいにわけがあろう、まえつのめりで生きていこや、だいがあわりちゆうもんか、きばれきばれきばいやんせ、いっとどまけしんかぎきばいやんせ、きばれきばれきばいやんせ、いっとどまけしんかぎきばいやんせ。ありがとうございました。ということで番組の最後まで瀬口選手たっちゃんにお付き合いいただきます。高画質なだけの 4K でいいのか、大容量録画、降り注ぐ包み込む立体高音質、 Android テレビ機能搭載で新たな世界が広がる、世界初ハードディスク内蔵有機 EL アンドロイドテレビ、見る撮る広がる船井 4K。 はい、またまた緊張している雰囲気を作っているたっちゃんとご一緒させていただいております。群馬ダイヤモンドペガサスチャンネルからのお知らせです。こちらをご覧ください。群馬ダイヤモンドペガサスチャンネルではスポンサーを大募集しております。詳しくは球団のホームページをご覧ください。
はい、というわけで瀬口選手、たっちゃんにご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、もう緊張してないですもんね。いや、してます。まだしてます。あと30分いけそうな感じがしますけど。いやもうちょっとやばい。また出てもらえますか。考えてきます。わあ、わかりました。ありがとうございます。それでは皆さん、ペガサス直球ショック、次回もぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それでは瀬口選手もご一緒にお願いします、はい、せーの、ペガサス直球勝負、さらいつも着ているユニフォーム、今日はひときわ輝いてる。初めて買ってもらった大切なグローブ、スパイクの紐を締めたら球審のプレイボール、白いボールを打てよ、グランド駆け巡れ、君の背中が大きく見える。かっ飛ばせよ、かっ飛ばせ、三振もあれば時にはホームラン、エラーもあれば起死回生ファインプレイ、もうやめたいと下を向く一瞬が少年を少し大人に変えた。流した汗と涙は裏切らない、思い出して支えてくれた家族の笑顔を、白いボールを打てよ、この声が届くかい、君の瞳が未来を照らしてる。かっ飛ばせよ、かっ飛ばせ、白いボールを打てよ、駆け巡れ、君の背中が大きく見える。かっ飛ばせよ、かっ飛ばせ、かっ飛ばせ、